フットパスとは森林や田園地帯古い町並みなどを地域の昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くフットができる小道パスのことですイギリスが発祥の地とされており日本各地においても市民団体自治体を中心に整備が進められております私たちは今旅館ホテルのウィークデーもしくはシーズンオフに 来店を促進するためのおままけの一泊とといううプログラムを全国に広めようとしています、えー、旅館についてお風呂に入って、えー、豪華な食事をして次の朝またあ10時ごろには旅館を出てしまうそれではなかなかゆっくりとした、えー、地域をと親しむことができないわけですがおまけの一泊というのは 一泊ウィークデーもしくはシーズンオフに予約すると全泊をすどまりで1,000円で泊めてもらうサービスですえ全ての旅館ホテルがそれをするわけではありませんが、えー、そのようなことに理解のあるところがウィークデーとかシーズンオフにそれをしていただくと、えー、荷物は、えー、宅急便で、えー、その宿泊施設に送っておくリュックサキとポールウォーキングの杖で 公共機関で電車を乗り継いだりバスを乗り継いで目的のところまで散策しながら食事をして全泊素泊まりで泊まる次の日はその周りをやはりこのフットパスというコースをその地域地域で作っておいていただくわけですね。そそうするとののの地域では5本6本7本の3キキロロから4キロぐらぐいの えー、フットパスのコースが用意してあるとそこに行くと QR コードがところどころに置いてありますけどそれをスキャンする <coughs> QR コードを読み取るとその土地の、えー、歴史だとか言われだとか、えー、観光案内がこう出てくるようなことを考えてますそのような、えー、日本フットパル協会というのも今できております。 私たちもそこに参画しておりますがぜひ皆さんの地域で、えー、皆様方がそのフットパスの3キロから4キロぐらいのウォーキングコースそこに情報を入れるという、えー、お仕事を一緒にしていきながら地方再生地方の活性化に向けて、えー、一緒にプログラムを 推進しようと思っておりますその時できればポールウォーキングという杖をつきながら、えー、ゆっくり歩ける、まあ、そんなことも合わせていきたいと思っております。